はい、えー。それではですね、サードさんご紹介ありがとうございました。えー、そしてパートナーの皆様、えー、本年もよろしくお願いいたします。えー、カスタマーアドバイザリー統括本部、えー、のですね、えー、本田と梅沢の方で今日はこちらについてお話をさせていただきたいと思います。はい。えー、テーマはですね、新しい開発者拡張を含む S4 派な拡張パターンの新常識と見極め方ということで、えー、SAP のですね、提案導入に関係する多くの皆様が 最近の S4 提案の中でですね少なからずどこかに気にされているであろうこのテーマについてお話をさせていただきたいと思っておりますはい、本日のですね内容は 2, 2部のですね内容に構成させていただいております前半本資料の目的と概要という部分を梅沢の方からお話をさせていただきましてその後の具体的なですねその拡張手段の整理という部分につきまして本名の要項からですね ご説明をさせていただきたいと思っております、はい。では早速始めていきたいと思います。まず、このですね、内容の目的についてですね、改めて整理あの、私の方からですね、お話を整理をさせていただきたいと思います。あのまず、これからですね、さらに営業の現場、それからお客様へのご提案の現場でですね、重要性も、そして提案の機会が増していく S, s 4 h a 拡張のテーマについてですね、SAP ジャパンのメンバーおよび、そしてエコシステムの皆様、パートナーの皆様、お客様に,対にとってもですね、対して、この理解、それを最新にバージョンアップしていっていただきたい、これによって、SAP が推進するライズ戦略、そしてクラウド化の推進についてですね、クラウド化を推進することについて、これを推進していく。 さらに、やはり進化、多様化してきているこの拡張方式についてですね、理解を共通化していく、拡張方式が複数提供されていることによって、どのようなシーンでどのようなものを使えばいいのか、その優先順位はいかにしてあるのか、まあ、こんなところもですね、皆様気になっているところではないのかなというふうに思っております。そして、それを理解していただくことで、提案、そして導入活動を円滑に進めていく。 形ものをですね、この資料のスタート、目的のスタートとさせていただいております。はい。で、今日ご紹介する資料は、L1 のコンテンツです。まず、大枠でですね、この S4 拡張の方法論についての技術の多様、複数あるものを整理、理解していただき、 そして今後、私どもプロジェクトチームの中ではですね、L2 のコンテンツという形で、より具体的なコンテンツの作成を用意、進めています。その一部も今日お見せすることができますが、このような形でですね、皆様に最新の情報、それから共通のメッセージの情報をですね、届けていきたいと思っております。こちら、SAP 社内でも、社内向けセッションという形で、 進めておりますしまた、えー、今日ですね今日皮切りにパートナーの皆様にもこの内容をですねどんどんアップデート届けていきたいというふうに思っております、はい、で改めてのおさらいでございますが BTP がクラウド ERP 同様にですね SAP のビジネスのですね中核になってきていますこれまで以上に重要なポジションとして SAP のですね、ビジネス戦略上位置づけられていることが今年の事業戦略、グローバルのメッセージ、SAP ジャパンのですね、メッセージからも見て取っていただけているのではないのかなと思っております。これまでは ERP や SAP のクラウドソリューションにプラスして BTP という視点で見ていただいたと思いますが、ではなくて、クラウド ERP と BTP はでつながっていくという形で これがセットになっていく。これは不可分のものであるという前提のもとにですね、これからの SAP の提案活動というものは推進していくので、BTP をキャッチアップしていただくことはまずは待ったなしになってくる。ここの部分というのはですね、あらかじめご理解をいただければというふうに思っています。ただ今日は SO 花拡張というテーマですので、BTP だけのお話をするわけではございません。はい、そして、 SAP の戦略は BTP、SAP の戦略の中で BTP はですね、コアとして位置づけられている。昨年のテックエドの中でも弊社の CTO であるユルゲン・ミュラーが SAP が関わる全てのテクノロジーに SAP-BTP が最適であるとメッセージしたようにですね、SAP-BTP は S4 花拡張だけではないインテリジェントサステナブルエンタープライズお客様の変革を SAP が支援するための重要な 実現する基盤であるということを捉えていただければというふうに思っております。なので、現在のプロジェクトが BTP S4 の推進、S4 のプロジェクトというところだけではなく、その先にあるお客様のインテリジェントサステナブルエンタープライズ化、そして DX、こういったものをですね、支援していく。このですね、基盤として BTP を活用していくという視点を ぜひ忘れないでいただければというふうに思っております。今こちらにですね、BTP が提供するですね共通システム基盤としての役割を7つの証言に分けて役割として表,示表現させていただいておりますが、このような形で SFO 花の拡張のためだけにあるものではないということを改めてご理解いただきたいというところでございます。 こちらも同様ですね。これが BTP の現在のソリューションのポートフォーリオです。こう見ていて、この黄色い枠の部分が BTP として、我々がですね、パートナー様、お客様にご提供させていただいているソリューションのエリアでございますが、こう見ていただけますと、全ページの基盤の役割とですね、照らし合わせていただいても、広く SAP のエンド・トゥ・エンドの全体提案にはですね、欠かせない基盤であるということが、 感じていただけるのではないのかなというふうに思っております。今日、問題視して S4 花の拡張の要素、ポイントとしてですね、議論させていただくのは、その中のまさにこの部分です。はい。なので、こちらを正しく理解してもらうようにですね、今日は少しですね、SAP の方から ワンボイスとしてのメッセージをお伝えしていければというふうに思っています。はい。で、この拡張方式を SO 拡張を整理する上で重要なものは、はい。えー はいご質問をいただいているので後ほど少し内容を見させていただきたいと思います変化の時代の ERP という形で SAP がこれまでメッセージしてきている KeepCoreClean そしてこの FitToStandard というですねこの考え方にまず軸を置いている基本を置いているということをご理解いただければと思いますこの KeepCoreClean そして FitToStandard ここでお客様の拡張領域をですね 全体と、まずこれが前段にあるお話になります。この変化の時代、クラウドの時代に ERP のあるべき姿としてのこのスタンスと、そして、さらに、その上で、どうしてもお客様の個社個別のですね、競争領域、そして、バリューを出していく領域の部分を作っていかなければいけない。この時に、どのような拡張方式を持って、お客様の機能を 構築していくのか、ここの部分に今サイドバイサイド拡張そしてインアップ拡張そしてクラシック拡張、まあ、こんなものが、えー、りょの並,列並列しているというような状況にあるという状況ものになっていますまずここの部分の認識を合わせていきたいと思いますそして今日この後具体的にご説明していく内容としては、はい、S4 花拡張方式の最新情報使い方の共通理解この S4HANA のインアップ拡張と BTP を使ったサイドバイサイド拡張そして従来型拡張ここをどのような形で選択していくのかそれぞれにどのような特徴があるのかというところをまずは L1 のフェーズのです、ね、概要として皆様に整理してお伝えしていきたいと思っております。はい ではここまではですね梅沢の前段のパートとさせていただきましてこの後は本田の方からですね拡張手段の整理というところで内容のに移らさせていただきたいと思っておりますでは本田さんよろしくお願いいたしますありがとうございます え引き続き拡張手段の整理というところを、えー、私本名の方からご案内をさせていただきますで。この後私からご案内させていただくのはかなり基本的な部分、えー、多くはコンセプトの部分になります。まあ、今回 L1 ですので、この後 L2 の中でですね、より具体的なところが触れていきますので、まずここのコンセプトというところを押さえていただきたく、今日はご案内をいたします。 まず、この拡張の方式、s 4ハナの拡張の方式、いろいろキーワード今出てきておりますけれども、大きく4つあります。えー、もう皆さんご存知の通りのものかと思いますけれども、まあ、なぜ4つあるかという部分、えー、ERP もですね、R3 か,から始まり、ECC、そして s 4ハナ n a とこう歴史をたどっております。えー、その中で一番最初、この R3 時代から ECC ですね、クラシック拡張というものがあり、 そこから S4 花に移った中で、ですねインアップ拡張、このキーユーザー拡張というものが出てき、そして BTP が、まあ、以前は名前違いましたけれども、BTP の登場で、S4 の中で拡張するのではなく、外で開発を行うサイドバイサイド拡張というものも登場してきております。でさらに昨年から、ですねインアップ拡張の手段のもう一つとして、開発者拡張という新しいものが出てきております。 このようにですね歴史をたどって4つあるという状況になっておりますので、まあ、こういった多様化拡張方式が多様化していることで、まあ、実際どういうふうに使っていけばいいのかという、まあ、多様化による混乱があるというのも事実かと思います、まあ、さらにはこういった、まあ、それぞれをどうやって使っていくべきなのかこう技術的な観点運用的な観点そしてまあプロジェクトの事情なんかもいろいろあるかと思います、まあ、そういったものを、まあ えーまあ、しっかりですね、ディスカッションないまま、例えばこう、インアップだけで開発を行う、サイドバイサイドだけで開発を行う、まあ、そういった少し偏ったですね判断も、えー、プロジェクトの中では実際にあるかとは思います。まあ、そういいったいろんなこの まあ時代の変遷といいますか、えー、拡張方式、まあ、多様化している部分で、それをどういうふうに使い分けていくのかという、多少ちょっと、えー、複雑な部分は確かにありますので、この見解が統一できていないという状況の中で、いろいろプロジェクトに影響が起きてしまっているというのが、えー、現在、私たちも認識している、えー、まあ影響なのかなとは考えております。ここの4つ、えー、まあ拡張方式あるんですけれれどもこれ もう少し細かく見ていきますと、次のページです。ちょっと表をご用意しております。この4つに分けてあるんですけれども、左側にどういったシナリオで使うか特徴、一番大事なアップグレードへの影響ですね、そういったものを表の形で分けております。 でこれらもちょっと、全てを説明すると細かいですので、まあ、ポイントをかいつまんでちょっとご案内したいと思うんですけれども、もうご存知の通り、一番左側のこのクラシック拡張、えー、以前からもう従来からある拡張方式ですね、えー、こちらも S4HANA の中で、えー、まあ拡張を行うものですので、ほとんどどの,ようどのような要件にも対応ができるものになります。まあ、その反面、こうアップグレードへの影響が大きいというのも皆さんはご存知なところかと思います。 まあそういった背景がある中で新しくこうインアップ拡張ですとか右側のサイドバイサイド拡張というものが出てきております。でこのオレンジのキーユーザー拡張、えー、こちらはもうアップグレードへのアップグレードを阻害しないというのはまあ便利なものになるんですけれどもまあかなり制約が大きいものになります。なにもうこのキーユーザー拡張という名前からしても、えー、実際にそのまあコードを一切書くことなくですねまあローコードノーコードで対応可能なもの 一方でできることがかなり狭まっているというものになります、まあ、例えば UI のちょっとした拡張であったりですとか、まあ、そういったものがメインになるものになりますでそんな中ですね新しく、まあ、昨年出てきたこの開発者拡張エンベディットスチームパンクと呼ばれてたものですね、えー、こちらは同じように s 4 h a n の中で開発をするんですけれども、えー、こちらかなり、えー、機能が新しくなっております、えー、比較的複雑な要件にも対応可能になっています えまあ新規のアドオンの開発もできますし、えー、基本的には API、えー、S4 が公開している API をベースに、その上で開発をしていくというものですので、えー、同じようにクリーンコアが実現でき、アップグレードも阻害しないというものになります。ただ、こちらも、じゃクラシック拡張と比べると、すべてできるのかというと、えー、結局、この公開している API に依存がします。えー、ですので、この公開されている API がないとなると、やはりえできないといった、そういった制限があります。 とはいえここがですね、もう投資分野といいますか、これからの中心になっていくものの一つではありますので、どんどん機能がアップデートされることで、この API が拡充される、要はできることがどんどん増えていくというものが、この開発者拡張にはなります。まあ、出てきたばかり新しいものになりますので、どんどんこれから発展していくものの一つになっています。一番右側のサイドバイサイド拡張、こちらはもうこの拡張を考える回でもですね、一番最初の回から、 s いているものですの中で拡張するのでなく、もう外の世界で、しかも ABAP の言語だけではなく、オープン系の技術を使って拡張していくというものになります。まあ、こういった大きく4つ分かれているんですけれども、やはり皆さん気になっているのは、これらをどうやって、どういうシナリオの時にはどれを使うのか、一番迷われているかと思います。でこれはもう えー、SAP のメッセージは、えー、1つです。で、新しくこのメッセージが出てきたというわけでは、もう最初から、えー、SAP のメッセージとしては1つです、えー。それが次のページになりますが、これ、4つともそれぞれケースバイケース、使い分けで判断をしてくださいというのが、もうテクニカルのガイドになります。 それもどれかによるのではなく、今、このスライド出ていますけれども、右側に図でクラシック拡張、開発者拡張、キーユーザー、サイドバイサイド、それぞれがこう重なるような形になっておりますが、えーまあ、それぞれ使い分けるというのがコンセプトです。でこのなぜケースバイケースで使い分けるのか、えー、それぞれです、ね、こう重複している部分もあれば、それあのこの拡張方式でしかできない部分、そういったものがあります。 この図のところ、ちょっと下の方に注射書いてありますけども、この大きさが正しいとかって、そう,そういうところは一旦はあの無視してください。そこを正しく表現しているわけでありますので、あくまでイメージにはなります。でちょっと4点ほどポイントを、えー、記載しているんですけれども、まず1点目。 これ、重複している、重なっている部分ありますが、まあ、その各拡張方式で、機能だったりツールは異なる、異なるんですけれども、要件によってはいずれの方式でも実現可能なものがあるという意味でこう、重複している部分が多いというものです。まあ、こういったところは、あのどの拡張方式でやるのかってあのまず検討の話になるかと思います。もちろん、キーユーザー拡張でできる部分であれば、最も高数低くで,す、ね、できますので、そこはもうキーユーザー拡張を優先していただく。 で,ではキーユーザー拡張の外側、ここではできないっていう部分で初めて開発者拡張、サイドバイサイドどちらで、まあ、ここの判断が一番難しい部分え、いろいろケースバイケースになるのかなとは思っております。ただこれ、見ていただくとおり、こうグレーの部分ですね、クラシック拡張をほとんどすべてカバーできます。なんですけれども、クラシック拡張を中心にやってしまいますと、どうしてもアップグレードへの影響が大きいですので、こちらを最小限にしていただくということが大変重要になります。 もちろん、ちょっと3番のお話ししちゃいましたけれども、2番目の方、各拡張方式には技術的な制約がもちろんあります。ですので、要件の種類ですとか複雑さ、開発効率に応じて使い分けが必要というのも大きなポイントです。さらに最後、4つ目になるんですけれども、これ、要件によっては、右側のこのサイドバイサイド拡張するために、この開発者拡張、もしくはクラシック拡張をしなければいけない、そういったケースもあるというのも大事なポイントです。 まあ、つまり、ですねこのいずれかの拡張方式のみを選択するというわけではなくて、それぞれを共存させるというのが、えー、SAP からの技術面での、えー、コンセプトになります。これ、大変重要なポイントになりますので、き、まあ、今日ここ、短いセッションにはなるんですけれども、皆さんにも、えー持,ちかえー、持ち帰っていただきたいのは、このケースバイケースでも使い分けというポイントになります。でこのでですすねもう少しあの掘り下げて説明する上で 一旦ですねそもそも拡張って何なのかという基本的な部分もおさらいさせていただきたいと思います。でこの SAP の拡張、アドオン、SAP の世界に、ね、長い方にはお,おなじみなんですけれども、このライフフという6つで分類をします。ワークフローの W、レポートの R、インターフェースの I、コンバージョンの C、エンハンスメントの E、フォームの F、この6つでライセフフと6つで分類がされます。 えーまあ、ワークフローなんかイメージしやすいですよね、こう申請承認のワークフローですとか、でレポートというのはちょっと馴染みがあまりないかもしれない、イメージがしづらいんですけれども、まあ、SP の世界ですと、大体参照兼のアプリケーション、レポートというふうに呼ばれるものがあります。分析のレポートであったり、一覧、短表のレポート。 でインターフェースは、これも外部システム連携ですね。S4HANA が公開する API、アウトバウンドの API であったり、外部の API を呼ぶインバウンドの API、そういったものがインターフェースです。でコンバージョンは ECC から S4 へのデータ移行であったり、えー、まあデータ移行のために使うツールであったり、こうデータを一括アップロードするもの、バッチインプットなんかがコンバージョンに入ります。 またそのエンハンスメント、こちらが一番イメージしやすいものかと思います。更新系のアプリケーションです。例えば UI を拡張するなんかもエンハンスメントの一つですし、カスタムのアドオン、アドオンテーブルを作ったり、カスタムのアプリ、アドオンアプリを開発するなんかもこのエンハンスメントです。フォームはもう定型帳票でしたそんな機能です。こういった6つが大体拡張、アドオンで、 あのカテゴライズされるんですけれども、まあ、先ほどまでのこの4つの拡張方式、まあ、ちょっと参考例として、ですねこの5番のエンハンスメントの UI 拡張に照らして、一つ一例でちょっとお話をさせていただきたいと思います。例えば、まあ、UI 拡張をするというケースで、項目を追加、非表示、レイアウト変更する、まあ、よくあるケースかと思います。ただ、比較的小さい拡張要件ですよね。 でこういったものであれば、もう S4 からのインアップ拡張、キーユーザー拡張でず十分できます。もう UI のフィオリに絡む部分です。もうここ一択ですね、えー、キーユーザー拡張でいいのかなと思います。で、一方で、えー、次ですね、新規のカスタム UI を作成するという場合、これ、ケース2つあります。1つが S4 自体がその標準 API 持っているというケースです。この新規のカスタム UI に表示させたいデータ。 その標準 API が持ってるっていう場合ですね。でこの場合は、まあ、新規のカスタム UI ですので、えー、インアップ拡張の開発者拡張でも作れますし、えー、外で開発するサイドバイサイド拡張でも対応可能です。 S4 が標準の API 持っていますので、画面がそれを呼ぶだけ。これもだいぶシンプルな話ですね。まあ、どっちでやるかっていうのも、これはあの、まあ、検討が必要なものかとは思います。外このインターネットの世界からアクセスする。であれば、BTP に置いた方がいいですとか、まあ、そういった検討は必要になります。で一方で2点目です。これ、S4 側が標準の API 持っていないっていう場合。 もちろん画面の開発は同じように開発者拡張、サイドバイサイドでそれぞれ行うんですけれども、使いたい API がない、データがない、もうこの場合はもうどっちのケースであっても S4 側でこの API 作ってあげなきゃいけません。じゃあ、この API どうやって作るかというと、やはり開発者拡張、もしくはクラシック拡張で作らなければいけないということが起きえます。 まあ、つまり、これ、サイドバイサイド拡張、もしくは開発者拡張であっても、えー、他のこのクラシック拡張であったり、他のあの拡張を組み合わせる必要が出てくるというポイントです。まあ、そのためです、ねえー、やはりあの冒頭に申し上げましたとおり、このそれぞれの拡張方式っていうのは、共存する必要がある、えー、使い分けというのがまさにこの一例になります。まあ、こういったところからです、ねえー、最終的にじゃあ、どういう選択順。 で判断すればいいのかという部分になるんですけれども、まず,まずはこの左上にあります、キーユーザー拡張でできるのかどうかが判断のポイントになりますで。ここからキーユーザー拡張ではできないもの、そこから開発者拡張で行うのか、サイドバイサイド拡張で行うのかの判断ポイントになります。でもちろんこの開発者拡張でではではきない なった場合ですねサイドバイサイド各所なのかにあのなるんですけれども、えー、選択肢としては実際にはまだまだクラシック各所を使われるケース多いかと思います。えー、とはいえまあアップグレードのことを考えて極力ここはえ小さく少なくしていただくというのが大,大変重要なポイントになっていきます。 まあ左下にあります、この BTP での開発の拡張開発以外の要件ですね、ここはあの選択肢が少し外にやっていますけれども、まあ、例えばここに何点か書いてありますが、こういった例に関しては、まあ、特にどっちでというわけではなく、もう BTP 一択、冒頭、梅沢からご案内した通り、拡張開発以外の部分ですね、そういったところは BTP 一択というふうに考えております。でまあ、ここでやはり一番気になるのは、 じゃあこの選択する基準って何なのかというのが、もうこの先の議論になってくるかと思います。で、そういったポイントがまさに L2 で今、我々が準備している内容になります。えー、その内容ですね、本日は細かくはご案内できないんですけれども、参考という形で少しお話をさせていただきます。まあ、例えばその判断ポイントですね、今、5つのアーキテクチャパターンで定義をしておりまして、これに対してそれぞれですね、 次のページですね。ユーザーインターフェースの観点で、まあ、こういったケースであれば5つのアーキテクチャパターン、どれで実施ができるのか。でまたその後ですね、データモデルケ、ね、ース、データ管理であったり、機能系、こういったものを各アーキテクチャパターンに組み合わせて、マトリックスなんかで表現をしております。でさらに先ほどライセフという話もしましたけれども、えーまあ これまで従来型の拡張、クラシック拡張でやっていたものが、まあ、新しい拡張方式であればどういった組み合わせができるのかという比較整理をしているものなんかもございます。まあ、こういったものが L2 で出てきますので、まあ、今回 L1 で本当に基,あの基礎ですね。 ケースバイケース使い分けというのを抑えていただいた上えで、また我々準備しておりますので、この5月上旬から中旬ですかね、またこういった機会の中で、パートナーの皆様に展開をさせていただきたいと思っておりますので、ぜひですね、我々も継続のディスカッションを皆様とさせていただきたいと思っておりますので、どうぞ今後も引き続きよろしくお願いいたしますまた追加のご質問はです、ね、記者担当の PBM の方へまずはご相談をいただければと思います。 それでは今回ですね、梅沢と私からのご案内は以上となります。ここから澤田さん、またお返しいたします。はい、えー、本田さん、ありがとうございますあの。質問いただいてますけど、いろいろと。インアップとはもう言わないですかね。ちょっとお待ちください。クラシック拡張はインアップ拡張とは言わないのでしょうか。あそうですね、うん、厳密ににははインアップの中には あのアーキテクチャ的には確かに S4 の中でやっているので、インアップというふうに見えちゃう感じはあるんですが、えー、厳密にはインアップの中は開発者拡張とキーユーザー拡張という定義がされております。ですので、ちょっと別枠という形にはなりますね。はい、また本日、ちょっと触れなかったんですけれども、あのインアップ拡張、別の言い方でオンスタック拡張というふうに呼ばれるケースもあるんですが、あの言ってることは同じものになります。 はい、ありがとうございます。他にも、ご質問いただいているので、よろしくお願いします。はい、じゃ、これは、あの、チャット上。そうですね。はい、よろしくお願いします。はい、皆様、L2 の内容、も今、整理し始めてますので、はい、もうしばしお待ちください。